はい、では続きをやっていこうと思います。では今回弟バトルからやね。はい、やっていきます。へえ、あんたって意外と優しいんだ。弟も喜ぶよ。すぐムーン勝負してくれるって。え、あ、わやじゃ、いいの。それじゃあ位置につきなよ。みんなも場所開けてやって。おい、けっぱるね。どこの方言なんだろう、けっぱるとか。オリジナルではないよね、たまに。どっかの方言だろうな。弟くんね、すぐりくん。そう、何、青たち、あら、またかわいい。あ、ルークでいけるやろ。わあ、夢みたい。嬉しい、戦えんの。わ、まじか、じゃあ私が初恋か、初恋の相手か。あら、かわいい。おたち、どこへ出てくるかな。ゲットしたいな。え、ヤンヤンはね、いけるやろ。燃やせ。ぷいーん。でも、テラスタル使わないね。お姉ちゃんも。おお。楽勝やね。いへへ、弱点差いっぱい使えれてる。ありがとうございました。もうレベル差の暴力やな。ちょっとかわいそうなことしちゃった。お金こんなに回っちゃっていいのかしら。ナイスファイト。こりゃじゃあ、お疲れ様。青春がストライクだね。強いもん、強い。すぐ、私の次くらいに強いね。なかなかやるよね。もう、オリエンテーリングだっけ？二人組でやるやつ。あんたさ、あれ、ソウとペア組んであげてよ。え、ダメ。何がダメや。私ら組んでも意味ないし。ムーン以外のよそ者とやんの？それは、これ照れてるだけ。私は適当にやるから弟のことお願いね。あ、はい。スムーズにペアが決まったようですね。それでは皆さんのスマホのともに看板の場所を登録しましょう。それではオリエンテーリング開始です。傷薬やモンスターボールなど道具が入り用になった時は、あちら桃沢商店でお買い物してくださいね。あ、あの、看板さ、村の西のリンゴ園の先、トモコプラザから行くのがいいよ。近いし、順番通りで分かりやすい。ありがとう。俺迷惑さ、かけるし、離れてついていくから。そう、離れなくていいよ。手でも繋ぐか？シャイボーイやね。はーい。オリエンテーリング、はい。ちょっと回復していくか。休ませるぜ。ダンタダンタン。はーい。君たちは？この子放っておけなくてペア組むことにさ。あ、そうなんだ。この二人がペアなのね。じゃあ、こっち側行ったよな。すぐり。サザレさん、あんまりなんかこうメインに関わっては来ないのかな。サザレさん、はーい。あ、じゃあこっち側行ってみるか。アップルヒルズ。だってマップ見よう。マップの切り替え。マップアプリ上で LR ボタンを押すと別のマップに切り替えられます。羽のマークがついている場所は今いるところと違うマップでもサートブタクして移動できます。へえ、ここね、トモッコプラザって。あ、アーボとかいるんだ。へぇ。ちょっと待って。あ、オタチいた。オタチ。
うーす。捕まえるだよ。オッケー。やったらなー。いや、クイックボール正義なんだよなー。おたちの毛。え、おたち、敵に遭遇すると尻尾で立ち上がり、いつもより体を大きく見せて威嚇する。かわいいね。あ、かわいい。まあ、さ、本のさ、表紙もっとなんかしっかり見たいよね。あ、でもなんか図鑑ではっきり見れんのかな。え、めっちゃかわいいと思うわ。止まる。アップルヒルズって言ってるか、これリンゴか。あ、ピチューだ。ピチュー、ピチュー。さあ、私ピチュー持ってなかったんだよな。あ、パルデアの方でも出てくるんだけどね、確か。確か持ってないよね、ピチュー。ああ、そうだよな。ピチュー貸す。あ、マックルいる。マックル、テチテチ歩いてんだけど、かわいい。かわいい。え、ピチュー、え、可愛いけど一緒に暮らすなら電気ショックでビービーにする覚悟しなければいけないのだ。よし。おー、これでピチュー、ピカチュウ、ライチュウライン揃ったな。あれ、マックル持ってるよね。持ってる。逃げる。無駄な殺生はしない。よし。アイテムを回収して。お、穴を掘るやん。え、なんかアーボとかもいるっぽいんだけど、いねえか。あ、まだつぼみ。おし。まだつぼみの塔とか懐かしいな。第二世代のな。ウツボットもいるってことだよね。ウツドン、ウツボット。私、ウツボットのさ、鳴き声結構中毒性があって好きなんだけど、わかる人いない？よし、まだツボに。え、フラワーポケモン、足を地面をかくまで伸ばして水分を補給する。その時襲われたら逃げ出せない。オッケー。お、クリティカット。カジッチュのカジーユ。なんだぜ。あー、もういた、アーボ。よし。捕まえるぜ。よし、ええねー。え、アーボ、草地などに多く生息する。下をチロチロさせて周りの危険を感じ取ると。おー。あと捕まえてないのは、なんかさ、リンゴ飴のポケモンが、いるじゃん。あの、アップリューのアッシュみたいな。なんだっけ、名前。アップリューじゃない、カジッチュか。カジッチュのアッシュみたいな。なんかこの辺出てきそうだけど、なんかぶら下がってそうなんだけど。あ、出てこないかな。リンゴ、リンゴ。あ、リンゴに擬態してそうなんだよな。アボだ。え、リンゴ畑にズンズン入ってくるんだけど。あっ、あっ、もしかして、あっ、これ普通のアップリューか。アプリだ、カジッチュか。あ、カジッチュだよね。おー、やっぱ紛れ込んどったわ。イエーイ。あ、でもあれか、カジッチュの進化系ってあれか、ハサク先生が使ってたよね、確かね。なんかまあ普通にパルデアでも出るよな。カジッチュ、そう、草ドラゴンな。リンゴの中で暮らしている。リンゴがなくなると体の成分が抜けて弱ってしまう。おー、
実は持ってなかった果実。アップル、タルップル。お、ハイペイボールだ。めっちゃ寄り道しちゃうわ。じゃあアイテム回収しながら行くとね。よし、いい傷薬。あれ君なんだっけ、カリキリだっけ、あれラランテスになる子か。あ、じゃあ持ってるかな。 SV で出てきたもんね、パルディア。でもあ、そうだよね、おるわ。よし、なんか進化系のポケモンおらんかね。グライナーもいたんだけどな。ピッチュー、すごい傷薬なさそう。まあ、トレーナーとのバトルはちょっと裏でやっとこうかな。よし、サイコソーダ。ピチュ普通に歩いてな、不思議な目だ。やった。あ、ここですね。スマホアプリ、僕って旅するスマホアプリ開発者。スマホだと思ったよね。おしゃれな機能を追加してあげる。ん？なんだろう。スマホカバーの種類に対応してアプリ中の上下ボリュームを認め、ああ、はい。あ、来た、トモコプラザ。お？看板さ、一つ目。ごめんな、驚いた。言ったべ、俺離れてついていくって。看板さ、読むんだっけ。お、俺内容知ってるから、どうぞ。昔々、北上の里に恐ろしい鬼がおったそうな。鬼は村の裏山を根城にし、山へ入った人を驚かしておった。ある日、怒り狂った鬼が山より降りて村の者を恐れたが、偶然そこに居合わせたイーネイヌ様、マシマシラ様、そしてキチキギス様。三匹のポケモンたちが命を懸けて、鬼を山へと追い返したそうな。勇気ある彼らを村人は親しみを込めてトモッコと呼び、亡骸を丁寧に埋葬し、その上にトモッコの像を建てた。向こうの広場にトモッコ像建ってんだ。それよりもこの伝説、鬼様がかっこいいべ。そうかな。だって鬼様は仲間もいないのに一人で複数の敵を相手にしたのは、わやかっこいいべ。あ、普通は怖いのか。でも怖がなくても平気。俺小さい頃何度も一人で夜山さ入ったけど、全然お兄様会えなかったもん。大人らにはや怒られただけ。看板と写真撮んだっけ。俺スマホさ持ってねえからお願いしてもいい？あ、かわいい。よーし、まず1個目やな。かわいい。綺麗に撮れてる、写真上手。撮ってみる？ごめん、そのつもりじゃなかった。けど、今度、うん。林間学校とかこういうの本当はやりたくなかったけど、ちょっと楽しいかも。里の自然歩けるし、ムーンなら話せる。あ、なんや、お前、将来の向こうに来るか？よかったらピクニックしてサンドイッチとか。あぎゃー！あ、出た、ミライドン。やだ、なんだ、これ、怪獣？ミライドンやで。ミライドン、ライドポケモン、こんなポケモン子今まで見たことね。サンドウィッチって言葉さ、反応して出てきたって。あぎゃす！こんなわやなポケモン子さ、会えるなんてすごい。ムーンは特別なんだ。だから強いんだ。次の看板、北上センターって施設の敷地内。北上センターはこっから村に戻って橋を渡って山登んだ。また離れてついてくから。離れなくていいのにな。な、ミライドン。あげん。ミライドン、お前。
え、でもさ、乗れないんでしょ、未来の。え、乗れんのかな。はい。あ、乗れるわ。いや、ちょっとここ、探索しましょうか。よし。ここはトモコプラザや、トモコ公園って呼ばれてたけど、いつの間にか名前変わってたの。あ、でも本当はもう広場って感じやな。奥にあるのはトモコゾ。トモコ様は大昔に村を守ったヒーローなんだぜ。お、独特だ、チリちゃん。え、トモコゾ、昔々水力タウンを守った勇敢なポケモンたち。村を襲った鬼を倒すために戦ったが、激闘の末、生き絶えてしまった。え、像の下にはかつて倒れた彼らの亡骸が大切に弔われている。なんか掘り起こそうとかするやつとかいそうじゃない？これね、トモコゾ。いいね、犬とかなんか最初名前聞いた時笑っちゃったけどな。あ、今回ここまでにしておきましょうか。はい、じゃあ、次回は二つ目のね、チェックポイントですね。看板を目指してやっていこうと思います。じゃあ、水浴タウンに戻って、次は多分、こっち側って言ってたよね。あ、ちょっと遠いね。まあ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 、ゆっくりやっていきましょう。はい。ということで、お疲れ様でした。